ブルートゥース？ああ、もちろん知ってるよ。毎朝食べてるし。こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、このメカ音痴のアラフィフ男がついにあの Bluetooth のヘッドホンを買いましたっていうお話をしたいんですけれども、そもそもね、私ね、あの MP3 プレイヤー、音楽を聴くときはね、こういうあの昔買った、もう6、7年前に買ったね、 MP3 プレイヤーをずっと使ってたんですよ。でこれ軽くてね、あの曲順とかあの曲目とかは分かんないんですけど、とにかくランダム再生してる分には全然問題なくて、ここから有線のヘッドホンをつないで、ずっとこれを使ってたんです。ところがとうとうこの7年目ぐらいにしてね、これがちょっともうヘッドホン変えてもこの口がダメになってきたらしくてね、壊れてしまったんですね。じゃあ新しい MP3 プレイヤー買おうかと思ったんですが、考えてみたらスマホ持ってるじゃないかっていうことになりまして、でスマホの中に音楽を移して、ここから有線のヘッドホンで、まあ、電車移動の時とか聞いてたんです。ところがいざ電車に乗って、こういう風に有線のヘッドホン使って音楽をって聞いてたんですけれども、周り見渡すとね、こういう人ってね、あんまりいないんですよ。で、皆さんどういうのを使ってるかっていうと、こんな感じ。いわゆるワイヤレスの Bluetooth の左右バラバラのやつを使ってるんですね。で、これは前から知ってたんですけれども、私の性格から言うと、これは絶対なくすと。走ってる時とかね、ウォーキングしてる時、必ずなんか落としてね、片方どっかやると。なのでね、これはなんかすごくこのコードなくて良さそうだけど、私には向かないかなと思って二の足踏んでたんですよ。でそうこうしているうちに、テレビでこういうタイプ、左右一体型のワイヤレスホンっていうのを紹介し始めたんですね。注意してみると街でもね、これしてる人いるんですよ。でここの首にかけてこうやって、イヤホンしてるんで、もしこれが落ちてもこう首にかかってね、片方なくすってことはないのかなと思って、これならいいやと思ってね、これを買ってみようと思ったんです。で私が今回買いましたのがソニーの WIC200 っていうタイプなんですけれども、Amazon で3900円ぐらいで買いました。早速開封レビューから機器の接続までやってますんで、こちらをどうぞ。はい、では早速開封していきたいと思います。お、こんなちっちゃいんだ。はい、ソニーの WIC200、ブラックってやつですね。おお、こんなになってるんですね。これは保証書、そしてこれが本体か。わあ、ちっちゃいな。おお、なんか普通のヘッドホンっていう感じですね。この首に当てるこの間も、これもっとなんかワイヤーで硬いのかなと思ったんですけれども、まあ、普通のこの柔らかいゴムなんですね。で、ここからここはもう全く今まで持ってたヘッドホンと同じ材質、耳のこの入れるカナルイヤホンっていうんですかね、カナルタイプっていうんですかね、これも全く同じですね。片側にはね、こういう操作パネルがついています。まあ、このプラスマイナスはボリュームの大きくしたり小さくしたりするのですかね。でこっち側を見ると分かりますかね、これ真ん中に電源ボタンのマーク、それから曲をこう早送りっていうんですかね、スキップさせるマークがついています。操作パネルの反対側にはこの USB 端子のね、口がこん
な感じで開くんですかね。こんな感じでついてますね。これは C タイプですかね。もう片方のこの丸い形のところには特にここには何も操作パネルらしきものも端子の口みたいなものもないですね。はい、一応ですね充電が終了したので、スマホとペアリングっていうんですかね、ペアリングしてみたいと思います。まず、これを、ここを長押しするとですね、ペアリングモードになるっていうんですね。これを7秒間押す。とりあえず押してみますね。そうするとこうやって点滅してるのが分かりますかね。これで、こちらのヘッドホンがペアリングモードになったということなんですね。はい、次に、Android の私のスマホなんですけれども、こちらを設定するモードに、してみたいと思います。まず設定のところからですね、この接続っていうのを選ぶんですね。そうしますと、ここの Wi-Fi、Bluetooth ってありますんで、この Bluetooth をオンにするのかな。よいしょ。そしてこれをクリックかな。お、接続可能デバイス、WIC200、 これが私のヘッドホンですね。これを選択すればいいのかな。お、ペアリングの要求、ペアリングしますか、ですから OK ですね。これでペアリング済みデバイスというところに、WIC200 のマークが出ました。はい、ではね、こういうふうに装着するんですね。はい、で、早速こちらから音楽を再生して聞いてみたいと思います。聞こえる聞こえる。あ、音いいですね。結構ちょっと軽いシャカシャカっぽいけど、あ、音いい。あ、それでね、これは確かにこういう首の後ろに、かけるようになっているんで、全くその重さとか感じないし、なんかこの辺何も見えないんで、このワイヤレスであるっていうこと以外に、なんかこうこういうものが首の後ろに乗ってるっていう自覚は全然ないです。でね、こうやって落としても、こっちを落としても、こういうふうに首にかかってるんでね、なくす心配も少ないのかなと思います。でね、ここがね、マグネットになってるんですよ。わかりますか。マグネットになってね、こう何もしないときはこうやってこう、なんていうんですか、ペンダントみたいに首にぶら下げておくこともできるみたいです。で、さらにこの状態で、スマホに電話がかかってきても、あの、この停止ボタンで取れるそうなんです。で、どこにマイクが仕込んであるのか分かんないですけど、あの、無指向性、こうやって喋っておくと、もう完全に拾って、このマイクどっちかが拾ってくれるみたいなんで、このまま喋って通話ができるそうなんです。ただし電話を発信するときはスマホで発信する必要があるみたい。受信するときはこっちの停止ボタンで取れるっていうことでした。でね、実は昨日一日この状態で音楽をランダム再生しながらウォーキングしてみたんですよ。で、すごく快適だったんですけど、私ね、あの、スマホに入っている、あの、ウォーキングとかああいうのが記録できるアプリありますよね。S ヘルスっていうのかな、ああいうもともと入ってた、あの、ソフト使ってるんですけれども、あれでいつも、あの、ウォーキング6キロ歩くんですけれども、6キロってセットして歩いて、で、音楽聴きながら歩いてたら、急にね、その音楽のボリュームが下がってね、ただいま3キロメートルを通過しました、あと3キロメートルです、平均速度4.7km なんとかね、そういうのがね、割り込んで入ってくんですよ。びっくりしましてね、いきなりね、あ、なんだこの女の人の声ってね、
今までスマホでそれをセットして歩いてたんですけど、こういうのを聞きながら接続しながら歩いたのは初めてなんでね、いやもう交差点の途中でね立ち止まってねこう振り返ってビビりましたね。いかがだったでしょうか。今日はね初めてねこのアラフィフオトモがですね人生初の Bluetooth ですね、それのヘッドホンを買いました。結構これは快適でしたっていうお話でした。それではね緊急事態宣言もね一応解除されましたんで、今のうちにね、ご褒美登山行ってきたいと思いますんで、そちらの方もどうぞお楽しみにしてください。それではまた How to 動画かバイク動画かご褒美登山動画でお会いしましょう。さよなら。